はい、皆さんこんにちは。今回はですね、みんな大好き塊魂ということで、まあこのゲームね、まあ下にも書いてある通り2005年に発売された多機種版ソフト、みんな大好き塊魂をもとに、まあ開発された、まあリマスター版って書いてあったかな。うん。で、まあ塊魂ってね、まあ有名なゲームで、自分もねずっとね知ってたんだけど、プレイしたことなかったんですよ。でね、今回新しくね、こうやってリマスター版が出たってことで、まあもうね、ちょっと早速ね、プレイしていきたいなと思います。ダイコスモ、それは未知なる世界。銀河系ではあまり知られていないけれど、とても魅力的でビューティフルな不思議の世界。雄大であり、繊細結構は寛容かつ慈悲深く、いけな大人。そんなダイクスモの王である王様が、ふとしたことで宇宙にあるあまたの星々をすべて破壊し尽くしてしまいました。あらあら。我に帰った王様、息子である王子に地球に向かわせ、とても大きい塊を作ることを命じます。地球に飛ばされた王子は、王様から授かった塊を転がし、物をどん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 巻き込んでいくのです。飛び箱、鉛筆、消しゴム、ネギ状、メカネボール、お茶碗にお鍋、あの子やこの子、お父さんやお母さん、自転車、モーターサイクル、ボルドーザー、戦車、家、ジェントベルデン、ウシクマ、キリンゾウ、幸せクマ、21万、シュウシュウ、ワウズ、ハズカワイ、ヨズメのクローバー、キー。小さな王子は、数々の苦難を乗り越え、いろんなものを巻き込んでいき、大きくなった塊はキラキラと宇宙に浮かび、失われた星空をよみがえらせるのです、という素敵なトラビキ塊ダブルシー。その現象はゲーム内だけにとどまらず、この現実世界に山積みの問題ですらも綺麗に巻き込んでいくのでした。そんな王様はもはやみんなの人気者。私も転がしたい。俺も巻き込みたい。あそこを転がしたい。まだまだ転がしたい。あらあら、大変。世界のあちらこちらから教師と教育あがってくれますよ。わーわーわー。まだまだ星が足りないな。はい、ということで、なんかすごいオープニングだったね。なんか片言感満載だったけどね。まあこの王様から王子が派遣されてなんかやっていくのかな。懐かしいわ、そんなことあったね。王様が星空破壊しちゃった、そんな夢のような話があったね。読みにくいな、カタカナばっかりで。すっかり忘れたけどね。え、なんで思い出したかって、だって星があるの地球の周りだけなんだもん。どうやら塊魂サボってたみたいね。みんな塊魂に騙されたみたいね。ああ、改めて感心するのは星空の破壊されっぷりですよ。ああ、大暴れしたんだね王様。かっこよかったんだね王様。もうなんか王様の格好がもうめちゃくちゃだけどね、これ。何これ。もう大変だったね。ふふふ。あ、大変といえばこれも大変です。なんだか意味わからないけど、なんだか王様が人気らしいよ。物だらけの地球で大人気らしい。ファンだらけの地球になってるらしい。
この王様大あれな熱狂的なファンがいるの。ねえねえ王子、王様の何が愛されてると思う？ルックス？タイツ？ヒゲ？あ、わかった。顎でしょ。絶対にそうに違いない。王様の顎すごいもんね。まあ割れてるな。そんな王様の顎ファンが地球に集まってるらしいの。顎に触りたい、顎ひげに触りたい、そんなやつおる？こんなにアピールされたら王様期待に応えないとね。ということで王子よ、今から地球に行ってください。ファンの夢を叶えてください。おー、すごいことやるね。ファンの夢は顎の夢、顎の夢は王様の夢、王様の夢は塊魂の夢、塊魂の夢はファンの夢。なんかカッコつけたこと言ってるけど意味不明だけどね。まあまあまあいいんじゃない。はい、ファンの夢はみんなの夢でもあるからね。だから王子頑張ってください。もちろん王様も頑張るよと。ああ、はい、どうぞよろしく。ということで王子がこれから塊魂をすんのかな。どんどん転がしていくってことね。イエースと。なんかリフティングしてるやつおるやん。何この人。なんか片手上げてリフティングしてるけど、セレクト広場に現れたファンは王子に聞いてほしいことがあるみたい。話しかけてみよう。新しいファンがやってきたらアイコンが表示されるよと。でステージに隠されてプレゼントを巻き込むと王子たちがなんかスキンが手に入るのかな、まあ、こいつがでもファンらしいからちょっと話してみる。これ王様はじめまして、塊魂面白いですと。ああいや面白かった、面白かったはず。なんで過去形なん。もうあれか、そうか、もうだいぶ昔の作品だから時間が経ったってことね。ごめん総理と、塊の転がし方すっかり忘れたよと、こんなうっかりな自分ですけど、アイラは塊魂さと、どうにかこうにか思い出させてくださいよ。あ、プレイします。いきなりプレイするって。何これ、いきなりもう始まんの？転がしていくってこと？さて地球のファンは王子に任せといて、どこ遊びに行こうかな。あら王子だ。え、あ忘れちゃったのね。塊の転がし方、塊の楽しみ方、生きることの意味。忘れちゃうよね、なんか重いな。ああむしろ忘れられないことが苦しかったりするのに。無理に思い出さなくてもいいと思うんだけど、王様ってクールだよね。ファンの声これ。クール？いや思い出すのは大切だよね。いや絶対思い出さないと。ちょっと思い出してみよう。ほん、何チュートリアル的なことやるってことこれ。ああそうだね。塊魂すっかり忘れた友達、初めて塊魂で遊ぶ友達、そんなみんなに変わって王子が塊を転がすよと。ああ塊ってなんだろう、塊って何、どんな味、何の意味があるの、なんで転がすの、なんで大きくするの、いろんな意味や考えがあるけれど、とりあえずさやってみよう。ではでは塊の登場です。ああ ここから始まるのね。はいこれです。全然全く目新しくない、どこにでもある塊ですと。この普通の塊を両手でしっかり転がすの。ああ分かった、分かったでしょ、もういいでしょ、王様頑張ったでしょと。適当に転がして自分なりに塊魂理解してよ。目の前にさちょっと高くなった黄色見える？とりあえずそこ目指そう。はあはあ、で曲がる、横に転がす、はい、でこうね、はい、いけ、おらー、そうそう登ったね、えらいえらい。じゃあ物を巻き込んでいいよ、いっぱい巻き込んで大きくなってということで巻き込んでいくか、このパーツども。はっ、おら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 、いいね、はいはいはい、なんかリングをねどん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 転がしていこうか。うー、あなんか爽快感あるねやっぱこのゲームね。だん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 転がり塊が大きくなると、お、なんか上で走ってるやつおる、いいね。おい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 、これも怖そう。あ大きくなったね、すごいすごいと。うん、そのくらい大きな塊ならもっと高いところに登れるよと。あオッケー、ちょっと待って、登るか、ここか、ほっ行け、ぬわわお
無事に登れたね。わお、こんなこともできるのね。わお、塊王様ルックって何？あ、王様の視点ってことね。はい。で、塊ルック、はい。で、王子ダッシュ、これか。はい。で、王子ターン、はいはいはい。おら、いた。こいつ巻き込める？ふっ、ほっ。こいつまだできんねん。あ、もう少し大きくなったらエースを巻き込めるかも。はい、これがエースです。王様、王子にとってのいとこ、いや、はとこ、そんなことはどうでもいいわ。いや、忘れた、いとこはとこどっちかです。ではでは、エースにチャレンジしてください。まあ、あいつを巻き込めってことだろ。任しとけ。ちょっと待って、これでこうやな。どこ行った、あいつ。ほっ。はっ、どこ行った、あいつ。ほらー、これで、うわっ。ちょっと待って、あいつを見失ったんだが、痛い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 、もう巻き込めるやろ。結構大きいぜこれ。ほら、ちっちゃいなお前のは。ほらよ、来た、すごい、なかなか上手。ということで戻りましょう。オッケー、巻き込んでやったぜ。あれ窒息死するよな。普通に考えれば。よし、うーん、こんなんだっけ塊魂。正直王様が思ってたのと違う。うん、けどなんだか楽しそう。まあまあ楽しいゲームだね。15センチ6ミリですか。まあえらい細かいな、6ミリまで計測してんのね。王様ちょっと感動ですと。練習なのにこの大きさ、信じられないような大きさですと。うん、すごいね、本当にとても素晴らしいです。 OK。 あら、いとこのエースだ。地球で何やってたの？え、チュートリアルにいた？もう意味わからないです。今いたよ。うーん、この感じ、この塊は変なのっぽいね。変なの、まあ確かに変なの。いいのか悪いのかよくわからないけど、うわー、すっかり思い出した。本当にすっかりです。最高に楽しいです、塊魂。王様本当にありがとう、めっちゃ感謝だ。 やっぱファンすげえな。この塊はほんのお礼です、王様にプレゼントします。嬉しいこれ。本当に王様に塊くれちゃうの？本当にすごい、ありがとう、嬉しいですと。あ、どうしようかな。あ、コスモに浮かべようかな。宇宙に飛ばすのね。うん、そうしよう。えい、ピュー、飛んでったな。お、惑星になっちゃった。うん、綺麗だね。謎の惑星、15センチ6ミリ、ニューレコードだって。あえて惑星にどんどん沸かせてか、コスモに浮かべてくのね。すっかり言い忘れてたけど、ここはセレクト広場ですと。うん、ファンと話したり、いとこと話したり、セーブしたり、コレクション見たりと。うん、時々四角や R1 を押しながら移動してみたり、塊を転がすのに飽きたらここでフラフラ遊んでくださいと。はーい、はーい、ということで、これなんかこいつが呼んでるな。レインボーみたいの。はじめまして王様、私王様大好きなの。うん、そのおひげ、お鼻、お顎、お腹、おしゃれ、おうかん、なんかすげえ変わり者だな。全部大好きなんだけど、マニアックすぎん？私王様レインボーが大好き。虹？生レインボーを見るのが私の夢なんです。見せて見せて、だって。どうやってレインボーを見せんの？とりあえずプレイすればいいよ、これ。お腹すいた、グーグーですと。何食べようかな。あれ、王子だ。え？何？何ご飯？え、王様レインボー？なんだ王様レインボーって。なんでお腹空いてるのに？やだ、めんどくさい。王様ってかっこいいね、だってファンが。かっこいい、響いたな。いや、レインボーいいよね。もうぜひぜひ見てほしい。ついでに塊も作っちゃう？うんうん、じゃあ行こう。あ、塊作れってことか。はい。おお、なんかすごい。王様お腹空いた。あ、ここで転がすよと。ここは地球人ハウスだね。信じられないほど狭いね。王子は広い大、王子には広いだろうけど、王様にはちょっとね、ちょっとカタカナが多すぎて読みにくいわ。あ、塊のこと忘れてた。このくらいの時間、3分以内か。
このくらいの15センチにしてくれってことね。では王者、あとはよろしくということで。とりあえず巻き込めばいいんだろ、こんなもん。お、麻雀の牌がある。はい。お、胡椒もあるぜ。ほら、猫おるやん、猫。とりあえずこんなもん上で転がせんの。ほっ、めっちゃ落ちてんだ。あ、木工用ボンドだ。あ、これまた拾えない。とりあえず巻き込んでこぜ。ほっ、ちょっと待って、これでこっち行って、はい、トゥルトゥル。あ、いいね、この軽快な音楽に乗りながら。はい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 、そろばんあるやん。ちょっとそろばんの上行く。あ、でもなんか下に落ちてんだ。ちょっと待って、あ、拾えない。何、何じゃこれ。あ、チェリー。ちょっと待って、はいはいはい、なんか接近中だって。ほっ、とりあえず巻き込め。あ、テントウムシ。おい、テントウムシども巻き込んでやるわ。あー、なんかジグソーパズルのピースか。どんぐりこれ。あ、ボンド巻き込めんじゃん。ほらー、はい、でこっち向いて、オッケー。ちょっと逆走するか、こっち行こう。はい、あ、いた、やつめ巻き込んでやる。ほらこれ巻き込めないね、こいつ。これザリガニみたいなやつ。まずこっち行くか。おい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 、もうカエルもおるな。いや、気持ちいいね、ゴキハウス。はい、戻るか。はいはい、いいね、だいぶ巻き込めてんじゃない、これ。これ何、これ、みたらし団子これ。ほら、何でもかんでも巻き込んじゃえ。懐中電灯は無理か。はい、ほら、電池もあるな。うおー、これスプレー缶は無理か。もう15センチですかと。15センチ、王様15センチの塊って言った、任しとけ。どんどん巻き込んでやるわ。お腹空いて知らんわ、お前の腹事情は知らんけど、とりあえず巻き込んでやるわ。いろいろ、まだまだ52秒前です。よし、もうこれだいぶ来てんじゃない。これ横にスライドしてこっち来て、であとテントウムシ巻き込めば。なんか接近中だって。何が接近してんのこれ。カエルどもは巻き込めんのこれ。ほら、ほっ、何が接近してんのこれ。ほっ、戻れ。よし、18センチ。これどう、もうちょっと上行けばよかったな。まあいいや、下にあるやつで拾っとくだけでもだいぶいいでしょう。横にスライドして、画面が見にくいけど。よし、こっちか。はい、おい、終わり。はい、終わりです。お腹すきすきですと。いいね、もう帰りたいです、早く何か食べたいですだってはい、終わり。まあでもこれ18センチいったからいいんでしょ。15センチ以上って言ってたからね。あー、やっぱりお腹すいた、何か食べたいな。このまんじゅうとか美味しそう。あ、これ塊だってびっくりしたけど、さえない塊ですわ。失礼な、せっかく俺が作ってやったのにだって18センチ1ミリでしょ。なんかね、冴えないな。あー、まだ不満、ちっちゃすぎた。もっとビッグにいけるでしょ、もっと大きく転がしてください。あー、やっぱ不満なんだね、この大きさじゃね。あら、ハトコのガッツだ。地球で何やってたの。え、ザリガニと仲良くなってた。もう意味わからないです。この感じ、この塊は日用品っぽいね。日用品だって18センチ1ミリ、日用品っぽいって全然意味わからんけど。レインボー見れたけど、なんだか生じゃなかった。どういうこと、塊が小さいからだ。失礼な、もういろいろなんか不満があるならお前がやれよな。生じゃない塊は王様にあげる。え、本当に王様に塊くれちゃうの。本当にすごい、ありがとう、嬉しいですと。はあ、なるほど、どうしようかな。あ、コスモに浮かべようかな。うん、そうしよう。えいまた飛ばされるわけね、こうやってね。まあまあまあ、クリアしてればいいんでしょう。あ、惑星、あ、レイも確かにレインボーかかってるわ。惑星になった、綺麗だなと。うん、
いつもの天王星だっていつものかあれ、何これ、獅子の道。めっちゃリアルやん、王様が。怖えわ。何だったんだ今のは。何今のお話、あ、紙芝居なのこれ。今の紙芝居面白いね。紙芝居だけど動いてたもん。さらに BGM も流れてたよ。確かにまさに新紙芝居だね。なんだ新紙芝居って。え、ムービーっていうの。そうなんだ、ムービーね。まあムービーか、うん。その紙芝居ムービーで何が見れるのかというと、王様の青春時代を垣間見れますと。あー、なるほどね。かなり波乱万丈の話です。2話が楽しみだね。早く見たいです。え、転がし続けてればいつかそのうち見られるの。よし、頑張って転がすぞ。またね、バイバイ。だって、対戦モードが解放されたということなんですが、はい。で、これどうすんだ。なんか新しいファンというか、あ、なんかおるやん。お願い片付けて。だって、うわー、すごい。本物はやっぱりすごい。本物って何、どういうこと。あ、はじめまして王様。相変わらずおしゃれですね。また新たなファンか。私は小学校の、小学生の子供を持つ親でやすと、うちの子も塊大好きで、特に巻き込むのが好きみたい。そういう子供いるんだね。巻き込むのが好きな子供、何にもなくなっちゃうくらい巻き込んじゃうのだけど、子供部屋はすっごく散らかっていて、ゲームではできるのに、王様どうにかしてくださいと。はあ、よっしゃ、子供部屋の掃除か。行こうじゃないか。宇宙って散らかってるの、だから王様が綺麗にしたの。うん、前の塊魂で綺麗にしたの。王子、その辺分かってる。え、何、子供部屋、宇宙綺麗にした話は。王様の話は終わったの。子供部屋なんか、実は私も塊魂、塊大好きです。だって大好き。子供部屋とかと書いてある、小宇宙って読むの下、コスモか。うん、王様上手よと。うん、ということで、また綺麗にしてこいと、子供部屋を。さあ、転がすか。あ、落ちた。まあいいや、とりあえず転がせ。ほら、ちっこいやつから。あ、やばい、めっちゃあんな。おいおいおい、はい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 、めっちゃ散らかって。こんなに散らかる、子供部屋といえど。こんなにペンとかね、文房具を投げぱ、あ、レールとかあるね。はい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 、いいですね。で、まあとりあえず、あ、なんかいるなんかいたわ、ちっこいやつが。もう一回登るか。おりゃー、うわ、すげえな。おりやん、猿がはい、どこ行く。こっち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 行こう。おう、ちょっと動きにくい。待て待て待て、やばい、時間がやべえ。積み木か。ほら、だるまみたいな、ようわからんのがあるけど、よし。あ、これまだ巻き込めない。ちょっと待って、ミニカーとかこういうの入れて、よし。文房具がめっちゃ落ちてる。パンダスリッパとか落ちてるやん。ちょっとようわからん。はっ、どこ行ったらいいんだろう。こっち行く、上もう一回行くか。待って、ここもいっぱい落ちてるから、これだけ拾っといて。ほっ、よし、これであと13個だって。え、これ拾える。よし、これでレール全部とりあえず掃除するか。ここ、あれ、拾えないこれ。ほっほっ、だいぶ
だいぶ吸い込めたと思うんだけど、あと6個だって。おお、ちょっとこれ登れん。うお、待て、落ちそう。どうなってる？こう、こっちや。まだ拾えるもんあるやろ、ここ。登って。あれ？あと2個。遅い！動きが。ちょっとなんか どうなってるかわからん。ちょっと待って。ちょっと待って、もうぐちゃぐちゃ。どこ行ったらあんの？あ、できた。わお、片付きましたね。うん、まあまあ綺麗ですわ。では、戻りますか。はい、戻りますか。まあ、子供部屋の掃除は簡単なもんだね。よし、これ、あ、でも確かに王様レインボーになってるわ。汚え塊だな。ああ、綺麗になった？子供部屋、ピカピカになった？子供部屋という小宇宙は、キラキラになったのかしら？はあ。2分23秒もかかったの。ほっとけ。もっとさ、効率よくさ、テキパキ片付けられた、かけたづけられないの？失礼な。さっさと巻き込んで、キラキラ綺麗にしてよ、しようよ。うん。2分23秒か。あら、ハトコのラマーンだ。うん。地球で何やってたの？え、特に何もしてない？あら、意外と正直ですね。まあ、片付きましたね。もちろん片付きました。だけど、自分がやるのとそんなに変わらないですわ。じゃあやれよ。俺に巻き込まさせるなよ。まあこんなものですよね。所詮塊魂ですものね。この塊じゃまだ、まだ邪魔だから王様にあげますよと。本当に王様に塊くれちゃうの？本当にすごい、ありがとう、嬉しいです。どうしようかな。あ、コスモに浮かべようかな。うん、そうしよう。えい、ピューってまた飛んでくるやつやな。うん。雑然惑星だって。惑星になると綺麗だな。確かに。まあなんとなく、まあなんとなく形にはなってるよね、惑星っぽい。あれあれ、汚い竹刀が刺さってますと。うん、片付けて見つけたの。うん、触ったらビリビリしそうですね。懐かしいけど思い出したくないこの感じ、何でしょう。忘れてしまいました。気になる気になるなら、うん、ビリビリすればいいじゃない。どういうこと、ビリビリ。手が汚れそうなので王様は触りませんけどね。確かになんかなってるわ、これ。何これ。王子よ、いつまで遊んでいるの。大コスモの王様には知識も体力も必要。王様への道のりは遠く厳しいと。なるほど。遊んでる暇があったら塊を転がせよ。だって、王様の思い出を体験しよう。セレクト広場でファンの夢を叶えていくことで思い出が増えていくよと。ああ、なるほど。プレゼント、お勉強。なるほどね。で、これで戻れんのね。で、だんだんファンのなんかしていくと王様のあれか、思い出が増えていくって感じなのか。レインボーガール、いろいろあんのね。ぐーたらさん、浮き輪くん。何浮き輪くんって。お花先生、片付けさん、なんかすごい名前やな。はい、ということでね、次なんかやってみるか。サッカーもこいつやったよな。王様とレインボーしたいってやって、これ言ってないやつ、これとりあえずいけんよ。ぐーたらさんとか。これプレイすればいいのか。とりあえずやってみるか。はっ、寝てたわ。目、開いてた。あ、王子、何？え、寝る前に塊見たい？え、本気で言ってるの？いやー、さすがの塊魂もそこまでダラダラじゃないでよ。頑張って作ってるんだもん。無理無理、そんなの無理です。王様って最高だよ。最高？いや、全然無理じゃない。全くその通りだと思う。むしろ寝る前にしか遊ぶなってことですよね。うん、はーい、塊作りに行こうと。 OK、 また作れということね。
おお。なやこれ、なんか軽快なラップ調の。ほっ。ちょっと待って、これどこにおんのこれ。ちょっとわあ、なんかすごいことで、なんかザリガニが捕まってるわ。え、ちょっと待って、これやばない。ほっ、下の方行こう。よし、こういうやつをどんどん巻き込めるやつを巻き込んでいこう。食い物ばっかりやな、これ。だからグータナさんなのか。ほっ、はい、これちょっと巻き込めんな。ちょっともうちょいこっち行くか。これやな、はい、こういう、はい、こういうやつ巻き込んで、はいはいはい、ちっこいやつある、はい、これも巻き込んで、おら、将棋の駒がいっぱいあるで、よし、ほっ、いやもう BGM が軽快やな、ほいほいほい。でマグネットも全部巻き込んじゃって、うわ、跳ね返された、この野郎。ほら行け、ほら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 、よしよし、いいぞ。まだまだ、ちょっとここら辺周回しよう。はい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 、いいですね。あ、いいね。なんかこれだんだん巻き込めてくると気持ちよくなるね、爽快感が。こう、こっち行って、あれ、オッケー、はいはいはい、とりあえず巻き込もう。なんか缶詰があるよう分からん、はいはいはい、どんな感じ、はいはいはい、だいぶ下の方でも巻き込めてるんじゃなかった。そろそろ上行くか。ほっ、名前、あ、終わった。あー、ようやく話せた。王様、ロードは苦手、ロードの最中って話せないんだもん。今ようやく話せるようになったけど、ロード始めはいつも話せないの。パー、それにしても眠い。王様、眠いですわ。どういうこと？ここから転がしていけば先に進めるみたいです。王様、眠いけど頑張りますよ。どういうこと？ロードって何？何の話をしてんのかようわからない。オッケー。よし。だいぶこれ、こんな感じかな。はい、よし、そろそろちょっと上登ってみるか。おい、おら、吸えた。どっち行くの、何があんのこれ。ちょっと待って、これちょっと方向がわからん。これ上登らなきゃダメなの。ここに登れてるの？はっ、あ、やべ、なんかに引っかかった。もう鬱陶しい。ほい、なにこれ、来た。あ、なんだか変なとんがりを巻き込んだよと。ほっ、ウニだろ、ウニ。ウニみたいなのいたな。はいはい、どこ行くのこれ。この緑色のコーンの印があるとこってどこ。ちょっと待って、あ、これか、ここ行けってことね。どうなってるこれ、ちょっと待って。方向変えて、これ猫しかいねえよ。え、どこ行くのこれ。え、どこ、ちょっと待って、行き方がわからん。あ、この穴行けんの。あ、こっちか、はい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 。うわ、お前なんやこれ、めっちゃ巨大なやつおらん。何してんのお前、腕立て伏せしてる。よし、はっ、よし、とりあえず行くか。おら、すごい広いねこのステージ。めっちゃリコーダー落ちてるわ。おい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 、
はいはいはい、さあ行こうか。ねえお前らも知らん、邪魔。はいはいはい、野球ボールも全部、テニスボールも全部巻き込んで、はい、けん玉もあるね。はい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 、これも全部取って、ん、どうなってる、 OK、 ほら、もう40センチですかと。王様40センチの塊ってなんだ、どういうこと、ほらなんやこいつ、なんかムカつく生物がいるな時々な、ほら邪魔邪魔邪魔、おばさん、なんやこれ、主婦やろどっかの。はい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 、何か接近中だって、こいつら巻き込みたいとこだけど巻き込めないな、行くか。はい、これ巻き込める、お、巻き込んだ、はよし、これでだいぶいいんじゃないか。あとはここら辺にあるちっこいやつを全部ひたすら巻き込む、ほらほら、はどう、だいぶ巻き込めた、この襟巻きトカゲみたいなやつこいつは巻き込めないんかい。よし、ファー、やっと終わったか、もう眠すぎですよと。うん、よし、塊できてよかったよかった、ファイ帰りましょうか。はい帰ります。いやいいね、59センチ8ミリだった、もうちょいで60だったね。いやいいね、手慣れてきたね、だいぶ塊魂もね。どうした、グー寝たかお前、あ、目見開いたまま、あ、寝てただって、あ、塊ができてる、いつの間にってびっくりしたけど、もうちょっとだよね、だって59センチ8ミリだもん、もうちょっと大きくなるでしょう、もっとビッグになれるでしょう、早く最高の塊を作ってよ。まだまだ不満らしいね。わーお、プレゼントはカメラですか、すごい、カメラ大好きだけど王様には小さいです、王子にあげるわ、ファンの気持ち大事にしろよと。ああ、あら、ハトコのキャンキャンだ地球で何やってたの、え、テーブルをぐるぐる回ってた、もう意味わからないです。うーん、この感じ、この塊は日用品っぽいね、日用品っぽいってあんまり嬉しくないけど、まだ眠いな、なんだから夢から覚めない、だって塊まだ小さいんだもん、そんなの王様にあげるよ、本当に王様に塊くれちゃうの、本当にすごい、ありがとう、嬉しいです、どうしようかな、あ、コスモに浮かべようかなと、うん、まあいつもと同じ感じになるのね、そうしよう、えいと、これでまた塊が取り替え海王星だって、あー惑星になったね、寝ながら宇宙行きたいなと、取り替え海王星だってすごい名前やな。第2回虎の拳、そういえばファンからのプレゼントちゃんと大事に使ってる？使い方ちゃんと分かってる？セレクト広場にバースデーケーキあるでしょ？そこでプレゼントをつけてください、プレゼントでおしゃれに変身ですと。ああ、プレゼントでカメラをつければ王子ルックからカメラ王子で写真が撮れるよと、うん、
ステッカーを見つけたらカメラで写真を撮ろう。たくさん集めると写真のフレームがもらえるよと。セルフィーもあるよと。うん、とりあえずこれだけもらっとくか。じゃあプレゼント身につけてます。 OK。 はい、ということでね、まあとりあえずなんかなんだかんだ第1回が終わって、今第2回のね王様のストーリー見たとこまで行ったんで、まあ今回ねちょっとここまでねにしようかなと。はい、いや面白いね、なんか爽快感あるから、うん、まあずっと塊魂ねやってみたかったんだけど、まあ今回ねちょっと初めてねプレイできてね、いや意外に面白いと思いました。爽快感あるからいいよね。はい、ということでね今回ここまでにしたいかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。